こんにちは、沼です。パワープラプリやっていきます。今回は天才の夢届けを使って序盤に3コンボいきなり起こしたら一気に闘技が上がって1位に駆け上がれるんじゃないかデッキやっていきたいと思います。レンちゃん、シドレミ、キリル、チーちゃん、アンコ、ドモンということで、ちょっと頭悪そうな感じで始めたんですけど、このデッキの肝が3コンボ起きるんですよね。レンちゃん、シドレミ、チーちゃん、キリル、ドモンというコンボが起きるんで、そこの点数と、あとはこのデッキ、招き猫で普通にやってたんですけど、まあ、恐ろしいほどにレンちゃん奪われて、もう夜中の11時半なんですけど、今汗ダクダクでやってる状態で、もう、まあ、我慢ならんと思って、天才の夢届けを持ってきました。で、行きましょう。で、行きましょう。もう完全に自分事なんですけど、ね、マジで、え、こんなにかかるこれでっていうぐらいの、時間かかってるんで、まあ、ここはうまく天才の力を使って、仕上げたいなって感じですね。30、OK。からの、追い打ちもらいましたね。どうも。チャンス、阿部ひ。まあまあまあ、いいでしょう。筋力上げたいな、ちょっと。さあ、来い！なあ、まあいいでしょ。全然、天才の恩恵でかいんで、このデッキのコンボがパパッと起きてくれれば、かなりいい感じに進むとは思われます。9位。うん、いいですね、キリル。キリルさんはですね、なんか追い打ちだっけもらったら、30ちょいじゃなかったっけ。あ、大丈夫だ。はい、お待ちください。うん、オッケー。まあ、対戦にね、1対1に持ち込まれない限りは、やめてー！なんでそういうことするん？ほんと、もっと仲良く行こうや。めっちゃ口悪いよ。もっと仲良く行こうや、みんな。オッケー、コンボ来ました。で、ここで流し打ちゲットしておきます。まあ、それくらい僕が今追い詰められているところです。この話、他の動画でもちょっとしているかなっていうふうに思うんですけど、収録してるときってエアコンかけないんですよ、部屋の。音入っちゃうんで。それをやってると汗ダクダクになるんですけども、その時間がちょっと長すぎて、頭朦朧としてきますね、少し。からの、今9位。あ、いいですね。ありがとう。それはね、うまいわ。ちょっとキリルにポイント入るの嫌なんですけど、まあ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 。そして、レンちゃんが、いいよ。からの、タック発生。打撃。ありがとう。ラブパワーついに起きてくれないか。体力しんどい。ハイボールヒット、ナイス。頼む。ちょい回復の高校イベントとか欲しい。ちーちゃん！うわー、やば。ちょっと待って。ちーちゃんとか狙いすぎでしょ。そんな集中砲火ある？ちょっと本当にテンション下がるわ。OK。これは戻してさすがに。OK。まあまあまあ。臨床もらいましょう。イベキャラー、うわー、キッズ。キッズ。そうですね。守備練習かな。がなかなか発生してくれないですね。そしてここはコンボを置きまして筋力入れておきます。うん、ここも筋力臨床でいいですね。からのこれ上げて、まあひとまず最低限こんな感じでいいんじゃない。シドエミさん、まあここは後ろ行きましょう。全然焦る必要ないですね。かわひ、ナイス。あんこちゃん、ありがとう。よく頑張ってるわ、こんな。いじめに遭いながらも。で、ここは、下行きまして、なんとか101は間に合わせたいですね。強い。キリル上げたくないわ。コモンはポイント持ってないんで、メンタルはいけないかな。ただこれ、シドレミはちょっと強すぎるんで、コツが欲しいですね。オッケー、阿部ひ。下手に出たんで、気をつけたいなって感じかな。うん。もうだいぶ2位なんで、だいぶやっぱ1位は近づきますね。これやると。阿部ひ、パワーひ。流し。228。
うん、キリルじゃなきゃ全然問題ない。オッケー。まあ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 、まあ、おー、やる気。やる気は上がってくれ。頂点になりました、セク1で。狙い通り。セク1頂点来ましたね。2634。まあこれをね、本当に毎回のサクセスでやれれば、本当に理想なんですけど、精霊忍耐。これは狙い通りすぎる。キリルが上がらないから、ね。そしてまた、コンボが起きまして、筋力、緊張。よし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 、よし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 、ようやく、ようやく乗ってきましたね。これ、あんこちゃんでもいいですけど、普通に踏みましょう。結構貯められるんで。うわー、ラブパーが欲しいなー。やめてー。いやー、それは辛い。あ、しどろみ。40% かー。うわー、それねー、若干あるかなって思ったからの、これめちゃくちゃ強いんだけど。天才だからなー。強いんだけども、拾えませんね。ラブパー。オッケー。ここは大事でしたね。ちょっとデートと迷ったぐらいだったんで。よー、いやー、絶妙に難しい。さすがに回復しとこう。多分、怪我率ちょっと上ってしまっているんで、まあ、しょうがないですね。強い。守備職人かな？守備職人を取りまして、ハイボール。守備職人。で、代打も取るか。で、しどれ。オッケー。うわー、走塁。広角打法とか欲しかったな、打球の人が。その辺期待して踏んでるんだ。筋力、あんこちゃん。うん。まあ、ちょっと、一人だからあんまり踏みたくないですけど。まあ、しょうがないでしょう。うん、オッケー。やる気上がりまして。白身が乾燥しそうかな。次か。ある程度上げましょう。まあ、エンジまで行っときゃ、まあ、失敗しないとは思うんですけど。いや、た、うわ、強い。いやー、なるほど。そのちーちゃんは、うまいが。うん、ちょっとバランスが、精神使えないですね。これで、一応、金マールも、多分評価はいったかな。で、重戦車入りました。筋力かな。うわぁ、うめぇ。241、なんとか。重戦車でいかないかな。240、ギリギリいってますね。キリル吸い出せるな。どうしよう。いや、これは、さすがに強いわ。ラブパワー込みですからね。うん、キリルいいですよ。で、おう。吸い出しも微妙な感じ。まあ、行くんなら、ちーちゃんかな。ミネコ A にして。で、もう1になってるんで、左と打球伸びは置いとくべきかな。ハゲタか。インコースレベル4なんだ。アシスト。ここ。はい。よし、いいね。いいんじゃない？おい、頼む！わ！マジでさぁ。何の恨みがあるの、あんこちゃんに。あんこちゃんから吸い出しすぎでしょ。まあ、忍耐がすでに取れていて、まあ、あんこが今筋力乾燥してたんで、まあ、許せないこともないかなってぐらいでしたけど、今のは。ただ、それでもちょっと嫌ですね。ここは、ストーリー踏みましょう。で、まあ、あんこちゃんにも結構溜まったね。頼む！大吉くれー！いやー、まあ、チューない。そろそろ吸い出し始めたいわ。おー、うまいね、金マール。金マール。まあ、キリル、唯一精神あんまり持ってないんで。ありがとう。さすがに来るでしょ。うん、A ですからね。ナイス。ここも、だいぶ上げてるけど。おっしゃい。オッケー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 。
これでようやくまともなライフを送れそうですね。まともなライフを送れそうですね。ちーちゃんさ、おー、このダブル強いけど、ちーちゃん結構持ってた気がするんだけど、精神。踏んでもいいけど、ここもうまいっすね。いや、ここは、筋力はもう絶対どうとでもなるかな。しどりみポイントやばいっすね。取ろう。ありがとう。うん。ここはプロテインでしっかりと最低値上げましょう。さっき上げられてないんで。うまい。ここは、うまうまのうまです。いい感じにいってますね。あ、やめてー。やっか、これはうまい。これはうまかった。あ、やばい。パワーが。パワーが、101は無理だなー。101は無理だなー。A まではいけた。吸い出せればワンチャン。いやー、君。君は筋力にいないと。つるい。ひよっちゃうか。これ、なかなか300点入りましたね。すごいな。よし、いいね。よし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 、8000点、ナイス。まあまあまあ、こんだけ入っては十分からの、経験点アップして、おお、精霊再びからの即身の椎名さん、めっちゃ強いんだけど。これは神ですね。神転校生が入部してきました。だいぶ強いな、これ。あー、金回る。これさ、キルも持ってんの。いいですね。これ、強いな。急に強い感じになってきたね。まあ、次、大丈夫だな。一旦ここ肩上げますわ。次、バレンタインなんで何にも起きないんで、普通にここ振って大丈夫ですね。よし、これで、パワー101。いや、ギリギリいってないかもしれん。ギリギリいかないかもしれん、これ。S は乗るけどな。ちょっと、怪しいですね。怪しいですね。ちょっとどころか、だいぶ怪しいですね。うん、やっぱり、まだ怪しいですね。筋力。ドン。ここは、ここはドモン先輩か。まあ、耐えられれば、一応いけるって感じですね。耐えられればね。ああ、臨床が結構持ってたな。意外と持ってましたね。よし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 。いいんじゃない？確定になったわ、これで。意外と臨床持ってたね、今。椎名さん。キリル。葵ちゃん。どこでもいい。精霊が2連続で入ったのがめちゃくちゃでかいですね。キリル行くか。うん。めっちゃいい感じだわ。よし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 。いいんじゃない？普通に強そうだけど。キリル踏みますか。ふいた。とはあんだ。おーい、ちょっと何をしているの？水木が対応しちゃうじゃないか。強っ。あんまり筋力踏んでも意味ないんだけど、もはや。やめてー。つら。いや、水木退部しちゃうな。まあもう退部いいか。そんなにこだわるほどじゃねえわ。残す意味も。まあ打撃タック強いですけど。からの、いい感じですね。やっぱり転校生大事だなぁ。てか、椎名さんそんな強いんかみたいな感じですね。強っ。マジで精霊の効果でかすぎでしょ。精霊の効果がでかすぎて、めちゃくちゃポイント持ってるんだが、全体的に。で、ここ入れまして、メンタル欲しいなぁ。379、いいんじゃない？結構、筋力はもういくらでも集められそうかな。あとは、ラブパワーで入れていいよな。金回る、
うわ、強い、普通に。めっちゃ持っとる、普通に。めっちゃ持っとる。そうですね。ラブパワーが入らないとちょっと厳しいかな。でもやる気なくてこんだけ点入るのやばいっすね。いやー、今回、ナイス。うわー、最悪。15回復したけど、メンタルいいっすね。うわー、ありがてー。メンタル、しどるみはもうめちゃくちゃあるんだが。ってなると、先に吸収かな。結構この辺が難しいですよね。なんか、どれくらいをめどに吸収するのか、果たしてという感じ。でも普通に踏んでもいいと思うけどな。これで、まあ全体的にこのキャラたちは相当メンタルを持っている感じなので。いいですね。シドレミは多分面カンストッコですね。まあそれでもいいんだけど、どうせいなくなる水木からサクッと、どうせいなくなる水木からサクサク吸収した方がいいかな。うん、オッケー。やめてー、オッケー。それなら正直起きてって、逆に起きてくださいって感じですからの、おー、強い。臨床入れとこうかな。パンコちゃん、いや、持ってますね。めちゃくちゃ持ってますね。そんなに持っとったのか。吸い出そう。プレッシャーラン。いや、なんか、ようやく目処ついたかと思うと、本当に感慨深いですわ。サインサッチじゃなくて、守備道具かな。38。速攻取っていきましょう。めっちゃ持ってるやん。137か。結構、うわ、やめてー。150。いなくなっちゃうな、おりちゃん。次でいなくなっちゃいそうですね。うわー、強い。どうも持ってるでしょ、そこそこ。いいですね。13。回ってきたな、ちょいちょい。ようやく。ようやく形になりそう感出てきた。筋力欲しいな。ありがとう。で、残念ながら、おいちゃんが、水木か、いなくなりました。1万7000点。まあまあ来てますね。コジいいですね。からの、新鋭が、探求型でもいいかな。まあ、探求とか、今更なんで、やっぱこうかな。で、打撃で、アンダー製造機も取りたいって感じです。強っ。うわー、強い。これ、踏んで、アンダー製造機終わらそうか。あとは、ポイントを振らないといかんので、振りたいんですが。情熱エール。かく乱骨拾ってますね。うん、これは、しょうがないな。OK。心眼台いきました。チャンスありがとう。ラブパワーで回復。完璧のムーブでした。すえこれもう、臨床いらないでしょ。実は。知ってるわ、それ。臨床いらないのもう知ってます。ここは、ちーちゃんから、しっかりと回収しましょう。オッケーオッケー。いいんじゃない？これは。しどりみ、クソほど持ってるでしょ。オッケー。うまい。回収いい感じ。303。まあ、大丈夫か。よし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 。臨床もいい感じで入ってる。うわー。トモンから吸収しないで。金丸は退場案件みたいですね。椎名さんも持ってるでしょ、そこそこ。吸いたいけどメンタルいこうかな。金丸が助かるとは思わないが。140入って、あんこちゃんのコツも来るんで。
まあまあうまいですよね。で、やっぱラブパワー切れましたと。椎名さん。ここだな。あんこちゃんが、やばいほどポイント持ってますね。技術。セミがすごいことになってる。あんこちゃんポイントすごいね。136。やばい。意外と、タイムラインですね。ギリタイムラインなんじゃないか。あ、ちょっと、そんだけポイント持っていなくなられるのは、まずいな。って感じですね、現状。それはいただけませんね。行きましょうか。はい、セミでしたって感じですね。マジでミンミンずっと言ってんだけど、横で。マジで熱い。こんな夜遅いんだけど、ね、てか、あんこちゃんの持ち逃げ感がやばいですね、この後。守備練習踏むか。踏んだら助かるのか ?100? いや、結構怪しいな、これ。踏んでも助かんないかもしれないですね。もういいか。他のキャラもポイント溜まっとるし。いいわ。セルベ打ち。あんこちゃんから吸収したいな。いねえ。いねえんかい。ここは、キリルに行くしかないですね。ドモン行ったらドモンいなくなるんで、これ。キリルに行くしかないんだな。なかなかに、筋力バカになっちゃってる。そんな筋力バカにおすすめの能力値があります。それが、こちらの各集約になります。強っ。890。筋力さ、なんか、さばけましたね。ありがとう。うん、いいんじゃない。で、おー。椎名さん、やばい持ってるんだけど、ポイント。なるほど。もう絶対助かんないから取りたいけど、正直、行く暇ないな。行く暇がないですね。49か。なんか、ダイガとか、発球打ちとか、うんぬんとか。これぐらいしかないか。あとは、ミートがあげれないですね。はい。いいでしょう。まあ、ちょっともったいなかったですね。あんこちゃんのところが。相当ポイント持ってたんで。これぐらいで、あとは順調なんだな。臨床技術、首位かな。うわぁ。かわいすぎるわ。かわいい、マジで。かわいいまである。からの。ポイントが、だいぶいい感じになってきましたね。合格打法とかもあるんで、あんまりこう油断できないですけど。行きましょう。はい、勝てました。次行きましょう。OK ですね。さあ、ガンガン吸収していきましょう。吸収するポイントだけは死ぬほどありますから。おやーおやーめっちゃ持っとるわ、ポイント。ガッポガッポですね。やばくないこれ。マジでポイント死ぬほど持ってんだけど。118ですか。金徳取り逃してますね、まだ。まだ、取り逃してたわ。金徳取り逃してないよなって言おうとしたら、取り逃してますね。950。ここは、使い切りたいかな。盗塁はちょっと早いかもしれんが。広角。いやー、ありがたい。素晴らしいですね。いやー、いいよ。行きましょう。はい、勝てました。オッケー。さあ。お。モブか。モブちょっと強いでしょ。モブさんが強い。椎名さん、ありがとう。マジで死ぬ。てか、モブ強い。何このモブ。232とかあるんだけど。ちょっとありすぎでしょ。オッケー、ナイス吸収。僕、ナイス吸、ない。
ナイス吸収すぎ？マジで。えぐいんだけど。千丸でやりたかったわ。千丸でやりたかったわ、本当に。えぐ強いんだけど。だけの日取りましょうか。こっちか。こっち先で。ありがとう。いいね。素晴らしい。これは、素晴らしいですね。なかなかいい感じ。ようやく皆さんにもね、まともなやつ、お見せできそうな感じ。行きましょう。はい、勝てました。次、行きましょう。体力回復はもうないなぁ。なので、もうメンタル一回行ってからがいいな、やっぱ。あとは、取り伸ばしてる金徳を先に処理してから考えましょう。洗礼の一撃。なるほど。そうですね。この状況だと、どうだろうな。ちょっとなんとも、ここに降り続けるのは危険があるかもしれない。ありがとう。まあ、次の追い出し次第ですね。行きましょう。はい、勝てました。次、行きましょう。さあ、なんか、肩とかで吸収したい感じだな。肩。うわぁ。肩は弱い。筋力ですかね。がまあ、無難なんだよな。なんか、ここで海岸バシッと決めてもいいけど、海岸する意味もないしね、正直。っていうところで、この辺かな。打球伸び取ってるよね。20までではないと思うけど。打球伸び取ってますね。やっぱりバランス考えるとここになりますね。学習客振るんだったら、ここしか選択しない。かなっていう感じ。で、バランスよくパパッと振りまして、あとは終わってからですね、54ある。行きましょう。はい、勝てました。ということで、まあまあ、いい感じで終われたんじゃないかなっていう風に思います。序盤もね、セクイチで1位になれたんで、まあ、やりたいことはできたんじゃないかなっていうところです。どんなもんでしょうかね。あ、よかった。3万4000点出ましたね。よかった。ということで、振っていきましょう。はい、ということで、振って戻ってまいりました。最終的にこんな感じですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13段ですが、こっち側が31、32ですね。めっちゃ上がりました。おー、ということで PFQ 行きましたね。緑も普通に作れそうですね。天本でもっていう感じだったので。まあ、感触良かったんじゃないでしょうか。まあ、こういうコンボデッキでね、いきなり1位になってガンガン点数を取っていくと。あと、吸い出しできなかった分も相当あると思うんで、多分、本当に全然経験点はまだまだ伸ばせるかなっていう感じでした。オッケー、よかったー。はい、ということですね。苦労した甲斐がありました。いや、もう本当に熱い。本当に、これが実写だったらね、僕はどんだけ汗かいてるかみたいなところをお伝えできるんですけど、まあ残念ながらそうじゃないんでね。僕がいかに熱い思いをしてたかっていう言葉だけ残して、ね、今日は終わりたいと思います。ぜひぜひ皆さんもね、コンボとか、あとはなんかこう、やっぱり初強化が高いキャラでタックしていくってことを念頭に置きながらね、やった方がうまくいくんじゃないかなっていうふうには思うので、そんなことを頭に残して今回は終わっていただければいいかなっていうふうに思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。